はい、どうもお世話になっております、アムロのガンプラ製作です。機動戦士クロスボーンガンダム鋼鉄の7人より HG144/1 クロスボーンガンダム X1 フルクロスがプレミアムバンダイより届きました。こちらは2020年の8月発送分ですね。販売価格は2530円となっています。はい、フルクロスについては HGBF 名義でクロスボーンガンダム X1 フルクロスタイプ GBFT という商品名で販売価格2420円、2015年の4月に発売されています。そちらはビルドファイターズトライ仕様のカラーリングで、パール成形のキットになっています。今回プレミアムバンダイで発売されたフルクロスは HGBF からの色違いキットで、原作に準拠した成形色となっているようですが、まあパッと見ホワイトパールだった部分が普通の白になっただけに見えますが、詳しく見ると微妙な成形色の違いはあるのかもしれません。ただ配色の構成自体は HGBF から変化はないようです。はい、プレミアムバンダイで同時に発売されたディキトゥスのついでに発売された感が満載のキットなんですが、まああえてディキトゥスは買わずに、HGBF 版を持っていないのでフルクロスをね、買った次第です。さてフルクロスについては機動戦士クロスボーンガンダム鋼鉄の7人に登場するモビルスーツということになります。機動戦士クロスボーンガンダムについては、宇宙世紀ものということですね。機動戦士ガンダム F91 の10年後宇宙世紀133年を舞台とし、 F91 に登場したセシリー・フェアチャイルドことベラロナを中心に再興した宇宙海賊クロスボーンヴァンガードと木星圏を根城とする木星帝国ジュピターエンパイアとの戦いを描いています。同じく F91 に登場したシーブックはキンケドゥナウという偽名を名乗り、ベラロナを支えています。そして主人公は宇宙海賊クロスボーンヴァンガードのパイロット地球圏生まれの少年トビア・アロナクスとなります。上記はペズ・バタラそして X3 ですね。さて宇宙海賊クロスボーンヴァンガードについては旧クロスボーンヴァンガードが掲げた貴族主義は否定する立場で、クロスボーンヴァンガードの名はついてはいますが理念が全く異なる組織です。宇宙海賊を名乗ってはいますがその目的は地球侵攻を企む木星帝国の野望を阻止することにあります。一方で木星帝国ジュピターエンパイアは木星圏を支配する国家です。宇宙世紀の世界では核融合炉を主なエネルギー源としており、核融合に必要なヘリウム3は主に木星で採集され地球圏へと供給されていました。あらゆる資源に限りがある過酷な環境である木星でいつしか住みやすい環境である地球へ羨望の意識が芽生え、自分たちを辺境の地へと追いやった地球圏の人々から地球を取り戻すという目的のもと、クラックス・ドゥガチという人物を総統とし、彼の命令を絶対のものとする独裁体制の中、木星帝国は軍事国家となっていきました。はい、ということで地球侵攻を目論む木星帝国とそれを阻止しようとする宇宙海賊クロスボーンヴァンガードとの戦いを描いた機動戦士クロスボーンガンダムの複数ある、続編のうちの一つが鋼鉄の7人ということになります。はい、それではその鋼鉄の7人の簡単なねあらすじを読み上げていきます。木星戦役から3年後の宇宙世紀136年、ブラックロー運送を営む傍らでクロスボーンヴァンガードとしてコロニー間の紛争などに介入してきたトビアたち。そんな時トビアは木星軍残党に追われていたエウロベという妙齢の美女を保護する。彼女はクラックス・ドゥガチの5歳にしてベルナデットの養母でもある女性だった。エウロベの口から木星帝国は彼女の弟たちである
新総統、光のカリスト、影のカリスト兄弟のもと、軍備を立て直し、木星圏から地球への超長距離コロニーレーザー攻撃計画が発動していることを告げられる。しかし、エウロベが地球圏に到達した時点で、コロニーレーザーの第一射予定時刻までは2週間の猶予しか残されていなかった。通常の工法では、地球から木星までは3ヶ月以上を要し、すでに地球圏から大軍を木星圏に送り込む時間はない。トビアたちは限られた時間の中で、コロニーレーザー発射前に木星圏に到達する手段の確保と、少数精鋭の部隊で破壊工作を行うための7名の優秀なパイロットの確保という2つの課題に直面することとなる。はい、ということですね。本キットであるフルクロスについては、鋼鉄の7人で主人公トビア・アロナクスが登場する機体ということです。そして同時に発売されたディキトゥスは、カリスト兄弟の光のカリストの専用機が、発売されたということになっています。はい、ということでね、作品のあらすじについてはここまでで、続いてはフルクロスについてです。ちなみにクロスボーンガンダム X1 については、 X1 回スカルハートパッチワークを経てフルクロスへと回収されています。それではクロスボーンガンダム X1、フルクロスについてです。フルクロスと呼ばれる対ビーム防御用ユニットを装着した形態で、本編における X1 の最終仕様。グレートキャニオンでの戦闘で破損した腕部を、クロスボーンガンダムの簡易生産型フリントのパーツを利用して修復する際、フルクロスが装着されるとともに、カラーリングはX1 本来のものに戻された。胸部のガトリング砲を除けば、本体の機体仕様はパッチワーク以前に戻されている。またこの修理の際に残存する予備パーツを全て使用したため、事実上最後のクロスボーンガンダムとなった。両腕はフリントのものが利用され、ブランドマーカー兼ビームシールドに戻された。予備部品として残されていた X3 用の腕部アイフィールドジェネレーター4機が回収され、フルクロスのスカルヘッドとして両肩の一つの部品へ使用されている。 X1 は幾度もの戦いを経ているため、鋼鉄の7人作戦が実行された時点では新造されたフルクロス以外傷だらけである。はい、ということですね。では装備としてのユニットフルクロスについてもう少し掘り下げます。スラスター内蔵の基本フレームと ABC マントを積層化した特殊装甲、ハイフィールドジェネレーター内蔵のショルダーアーマー、スカルヘッドユニットからなる追加装甲、少数で敵対軍に切り込むという作戦コンセプトに合わせた機動力を殺さずに耐久力を上げることを目的として設計された。基本フレームに組み込まれたスラスターは、それ自体が爆発的な推力を生み出す高性能なもので、クロスボーンガンダム自体の推力も合わさり、重装備であるフルクロスを装備していても他のモビルスーツとは比べ物にならないスピードを得ている。作中でも守りをフルクロス任せにしていたとはいえ、当時のモビルスーツの中でもトップクラスの機動力を持つディキトゥス相手に互角の戦いを演じている。 ABC マントはその特殊性とコストを理由にサナリーからの供給が断たれていたため、残存した切れ端などをかき集めたものが利用されているが、積層化したことと機能を分散させた構造によって耐弾性は向上した。本ユニットは胴体と肩部に取り付ける形で装着され、腕部の武器の使用や背面のメインスラスターに支障が出ないよう可動軸や装着方法が配されている。ただし胴体全面ほぼ覆った状態でも問題なく格闘戦が可能だった ABC マントほどの柔軟性はなく、クロス全面のスリットから腕を出して射撃武器を使用することはできるが、本格的な格闘戦を行う際は腕部と干渉する部分を部分的にパージする仕様となっている。
初期のプランでは倉庫内部に収納式のヒートカッターを装備する予定だった。ゴーストにて木製繊維生地にはすでにフルクロスの原型が完成されており、クロスボーンガンダム3番機ともにマザーヴァンガードに配備されるはずだったことが判明している。故にフルクロスは原型のデータをもとに制作されたことになる。フルクロスのユニットは着脱が可能となっています。大きく分けて肩のブロック、胸のブロック、襟のブロックと分けることができます。フルクロスのユニットを外した後ですが、ショルダーアーマーのジョイントを塞ぐパーツが付属しています。また襟の部分も通常の襟の形をした余剰パーツが付属するため、そちらと差し替えも可能となっています。ただし胸部の穴に関しては余剰パーツなどもなく開いたままとなります。はい、可動についてはご覧の通りです。 X1 本体は非常に柔軟に動かすことができます。フルクロスをまとうことで当然可動に支障をきたします。フルクロス装着時でも武器を構えたりポーズを取る上で、干渉を避ける最大限の配慮は、されているとは思いますが、あまり無理をするとフルクロスが外れるなどの問題もありますので、大胆なポーズを取る場合は注意が必要です。はい、合わせ目ですね。本体では硬い背面、またスカルヘッドで隠れますが、ショルダーアーマーにも合わせ目は存在しています。武装類ではピーコックスマッシャー、ムラマサブラスター、バスターガンなどに合わせ目が出ます。そしてコアファイター本体にも合わせ目が出ます。はい、ということで以上 HG144/1 クロスボーンガンダム X1 フルクロスの組み立てとレビューでした。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。